はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は3月の14日、木曜日。時刻の方は23時46分です。ぴょぴょー。いやー、おじいとしたことがね、部 <laughs> 活だったね、ちょっとね。うん。ちょっと1時間以上、このね、ベンチの上で寝ちゃったよ。寒くてさ。あー。 寒くてムーってなってね、目覚めたよ。うそんなわけで、ね、えー、と何の話題かっていうと、はい、こちら、ドゥアーンテレビンはい、ガメさん、ね。おじい、お疲れ様です。i ビデオの B525 が借りられるようになってるよ。好奇心で一台踏んでみる値段、高いね。っていうことでね。 うん、確かにね、これね、値段高いよね。でね、あのー、1個これね、気をつけなきゃなんないのは、よいしょっと。はい、えっ、ー、とね、注意事項があります、これね。えー、これまあ商品の特徴はいいんだけれども、えっ、ー、とね、まあこの商品ね、 うん、ソフトバンクの B5254GLTE ということでえ家庭用の w i f i ブローバンド据え置き型となっておりますで超高速ネットワークでより快適にキャリアアグレーションにより高速なデータ通信が可能で最大接続台数64台お持ちのスマホやタブレットが同時シェア可能でポケット w i f i より接続台数が多くて安定 そんな64台も <laughs> そんなん接続あの学校の1クラスより全然多いでしょうね2.4ギガ 5G 有力技術対応混雑エリアでも快適に楽しめるスマートフォンやタブレットでテレビが楽しめるレンタル料金だけその他一切なし 高額な光回線契約のよりこちらのプランはより安くて便利そうかな2ユーロの方が安いけどで自宅で光回線を契約したくない海外からの一時帰国引っ越し国内旅行出張入院などさまざまなシーンで安心してご利用いただけるということねでねで注意があります こちらの機種は日本国内への宅配もしくは日本アイビデオ支店でお受け取りになる場合のみご利用いただけます。それ以外の受け取り方法はご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。まあ、空港で受け取ったりとか、旅館で受け取ったりとかね、ホテルとかあのコンビニとか、そういうのはできませんよってことなんだね。ではい、もう一つ。 日本全国宅配送料片道送料780円税抜きっていうことやねで今までは税込みで540円でポスティングだったんだけどまあこれはちょっと大きいから値段がかかりますよってことなんだね返却の際の送料はお客様のご負担の元払いとなります 業者日本郵便ということでね、まあ、u パックで届くんだろうねこれね、うん、はいでまあ,あの仕様としてはね下り300の上りが50、まあ、どれぐらいいくのかね、うんまあ、サービスエリアはね通常のソフトバンク回線になりますで通信容量は容量無制限プランですっていうことなんで まあ皆さんの知りたいところ、あの、ことは、これがサンマリオン z t 同等の無制限かどうかっていう、ね、そこが知りたいんだね、みんなね。はい。まあ、そんなわけでね。うん。まあ、返却の翌日になったら、もし返却用のレターパックは引き受けないって、レーターパックじゃねえだろ、ここ。しっかりやれよ。コッペするんじゃねえよ。って感じだね <laughs>。 はいで月額パランまあ,あのアイビデオの1ヶ月は31泊32日になります。まあ、そういうことだよね。うん、でまあ、とりあえずねあのここに書いてあるのは何かというとアイビデオは1ヶ月31日なんでまあ、1年借りたらえっ、ー、と6日多く使えるよってことなんだね。2種目侍がね30日と28か9。 ね、あの年間当初365日だけど i ビデオだったら31日かける12ヶ月で借りれますよっていうことだよねでこれもね進化したんだよあの昔はさ i ビデオは1ヶ月31日プランっていうのをさバナーまで作って売り込んでたんだよでもあのプログラムがそうじゃなかったんだよね カレンダー通りっていうか、うん、バグがあって。で、言った人だけが、あの31日に手動で調整してくれるっていうね、まあそういう、あの、インチキシステムだったんだけど、まあ今はね、そこのところが、ちゃんと修正されてる。ね。あの、去年ぐらいから、あの、ちゃんとなってんのかな、これはね。おじい、鼻声になっちゃったよここで寝たら。ああ、参っちゃった。 で、そんなわけで、今回の、あの、この B525。これがね、えっと、お値段の方が、はい。1ヶ月5460円。ね。お値引きが何にもなし。ということになります。1ヶ月は5460円になります <laughs>。じゃあ、これが、長期割引は、 どうなったのか。これが皆さんね知りたいところではないかなと思います。まあちょっとねおしのむ。リングマ美味しいはいえっとね一ヶ月五千四百六十円のところ、六ヶ月で契約するとえっとこのようになります。テレリンはい六ヶ月は五千二百六十円。 ね、で、1年契約だと、はい、5160円になります、ね。これね、半年だと、えー、と3万1560円、で消費税、まあ、これ、あくまでもね、これ、あのー、お店に取りに行く値段、一応ね、送料の,の場合は、これ、780円、そして事務手数料がかかります。 はいこれが12ヶ月で、ね、6万1920円、月額5160円です。そして、えー、24ヶ月、2年契約だと11万6640円、税別ね、えー、月額料金4860円となります。そしてはい36ヶ月だと16万7760円。 月額料金は4660円に消費税ということになります。ねまあ、そんな感じで。で、えー、っとね、まあ、元気なおじいはとりあえず、あのー、申し込んであります。これね、申し込みました。えー、っとね、それがまたね、あのー、よいしょ。 ちゃんと用意しといたのはね、なってねえんだわ、これが。本当なんでこうなっちゃうのっていうぐらいね、なってねえんだわ。よいしょと。泣けてきちゃうよ。ね。はい。でね、一応、画面さん、皆さんのリクエストがあると思うので、一応元気なおじいのこれ、よいしょと。はい。12ヶ月ね、借りました。よいしょと。 はい、B5254C ねえっ、ー、とこれねよいしょと12ヶ月プランで申し込みました一応ねで送料とあとあの水曜日日曜日じゃないでね手数料これがね500円かかりますそして送料にえっ、ー、と注文合計が 67, 6万7976円一応ねあのとりあえず1年間ね試しに借りてみたいと思います 思います、ね、で今回のこの借りてるね、まあ、結構な金額なんだけどこれは今まで皆さんがあの注文する時に元気なおじいのメールアドレスを紹介者,あの紹介者メールアドレスで入れてくれたので一番最初に借りる金額の10%があのクーポンだよねポイントで現金化できないポイントであの こ積み立てっていうかそこにチャージされることになってますこれがねなのでこれ皆様からのご厚意でこれをあのレンタルして借りているということになりますねなのであの皆さんの質問ねあの疑問もう徹底的におじいがねあのまあどんな感じかっていうのを検証して皆さんに情報でバックしたいと思います もうこれはもうずっと2年前からね皆さんとのお約束なんで本当ね元気なおじいのメールアドレス紹介アドレスでえあの入ってくれるね本当にありがたいことですでそのポイントは皆さんに情報で還元しますよってことなんだよねえこれをやりたいと思いますで今回はねこれ皆さん興味があると思うのでもう真っ先に注文しましたね知りたいことがあったら何でもね遠慮なくおじいにあのコメントしてください で、あとね、あの元気なおじいの、えっ、ー、とね、まあ、気になってるものっていうのは、まあ今んとこないんだよね、他にね。でね、新しい視聴者の方々いらっしゃると思います。で、今現在ね、えっ、ー、と、よいしょ。はい。えっ、ー、と、これがね、 iBeal501HW、えー、超大容量プランこれがね3400円ですこれはね、えー、そして501の,の大容量これがね100ギガプラン3200円で300ギガで3400円200円差ですそして、えー、B525 ね今借りたやつ5460円とそして えっとねはい 303ZT ねでこれ容量無制限ってなってるけどまあ、どこまで使えるかは分かりませんで月額料金が4000円でこれはねあの Y モバイルアドバンスモード使いたい放題 502HW ねえっ、ー、とこれがね一応ね使い放題無制限プランなんだけどあの3日で10ギガ制限はあります。 えっと、1ガ b p s になります。18時から翌1時まで、7時間の制限があります。えっ、ー、とね、これが、ん ?30 の196円。お、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。こんなに高いの表。あれ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 。そうなのこんな高いんだ。あのー、2700円じゃないんだ。たけー、はい。 で、えー、大容量 601HW これが100ギガプランね、えー、これは4000円となっておりますえっ、ー、と表の看板の値段だねこれ今紹介してるのは、ね、全部ねまかないメニューではありません、はい、そしてアドバンスモード使いたい放題ねこれは6シリーズになります 603HW、ね、でこれも3696円まかないメニューだと,、えー、と2700円かな今ね韓国とかね、うん あのツイッターで宣伝してるよね、はい、そして、えー、501HW 容量無制限プランこれも3996円ですあとは SIM のみ 501HW が月3100円ただこれあの i ビデオの SIM のみプランっていうのはあくまでも 501HW 専用だよっていうことでね SIM フリーの 端末で使おうってて考えてる方できないからねこれねでこれ501の,あの容量無制限ね3896円で 303ZT ねこれは3800円ですで 601HW100GB プランこれは3150円になりますそしてねえっと世界 WiFi これがね、グローカルミージ3になります。えっ、ー、とね、世界58カ国の中に日本も含まれてます、ね。58カ国バージョンは1日721円。で、86カ国バージョンは1日849円。そして、はい、90カ国、これが一番多いんだね。これがね、えー、と1日800円。これを あの、まあ、場所によるんだね、90カ国が800円で、えー、っと86カ国が849円、ねあの、なんかおかしいよね、でもエリアによるんだろうね、そしてね、このオレンジ色のね、なんかわけのわかんないやつ、これで、ね、パソコンでしてげることができなかったんだよ、実はね、全然使えねえじゃんっていう、これはね、使い放題なんだけど、でもパソコンにしてげなかったんで、これ、使いみしないんだよね。 これが1日1230円。これとこれも一応元気なおじい借りたんだけどまああの皆さんの興味がなかったとっいうことでね。で、数日でもう返却しました。これはね。これもまた興味のある方がいたらね、正直にまあ一緒でも借りたいと思います。そんなわけでねあの元気なおじいは皆さんから受けたあのね、 あの紹介のポイントは皆さんのために情報で鍵はねいくらでもしようと思っているのでおじいこれ借りてっていうねリクエストがあったらいつでも喜んでね借りたいと思いますねで今回ねあのおじいとしてはねポイントで賄えないのは今回借りた525ねこれ返却する時に宅急便のお金がかかるんだねこれはね宅急便のお金はね求まらってなってるんでね うわー <laughs> って感じなんだねこの卓球便もう物が届いたらねみんなねガンガン見てね,本当ねまああの元気なおじいのこの 525B のこの情報は一人ね5回くらいずつ見てね本当ね感想してねそれぐらい見てくれないとあの返却の卓球便台稼げないからね本当ねぜひぜひよろしくお願いいたしますはいそんなわけでね今回の i ビデオ B525 元気なおじいがね真っ先に借りたのであの何でも聞いてくださいで実際にどういうものなのかでここで使い勝手がどうなのかねであとねえー、っとねどんな感じかなあのもうコンセントで使うのか USB の,あの充電でも使えるんだったら表にも持ってくるよね車に閉めるとかね でまあ、コンセントでもコンセント対応のバッテリーレガリアさんとか持ってたんだよなああいうのな案件くればなおううれしいんだけどな本当結構高いんだよね今の車コンセントついてるのもあるけどもさ、ね、そのために車買うわけにもいかないしね,本当ね, <laughs> ね元気なおじこんなにあの刺激一番取れないのにね今本当いやもう経費かかってしょうがないよね,本当ね まあそのために皆さんガン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 おじいの動画ね見てね本当ねはいそれだけであとねこの B525 に関しては元気なおじいの検証が出るまではやはりあの賢い方はねちょっとよしみした方がいいと思います実際にも元気なおじいが今日注文したのでえっと明日発送でえっとねまあ明日っていうか金曜日だね 金曜日の発送で土曜日中に到着するので開封の動画はもう土曜日に速報で作ります。で、遅くても日曜日にはね、日曜日にはいろいろじっくりとね、検証できると思うので、まあ、その辺はね、期待してください、ね。で、まあ、今気になっている方、あと、あのー、山の中でね、ADSL しかなくて、で、サンマリオン ZT を あのうちの中のね会社狩りに使ってるって方でこの B525 がその本当に3万円おじえとっていうよりも使い勝手がいいのかどうなのかねその辺もねおじいちょっとこのパソコンもおらんでしないだりとかいろいろ使ってみるからねそれを見てこう決めればいいんじゃないかなと思いますただね月額料金5460円っていうのはこれはね 高いよこれぶっちゃけ高いよほん5460円にこれに消費税が来るわけだからねだから400円6000円近く払うってことだからねなんだかんだ言いながらあの少量も入れると6000円超える話なんで1ヶ月あたりねだからね高い光回線を引っ張るより高いよぶっちゃけ本当 でもまあここに書いてある栗あ紛れだけどまあ維持帰国の方とかねあのうちに光回線引っ張れないとか引っ張るのが嫌とかまあそういう事情のある方はあのこういうのを使えばなんとか代用できるよってことなんでまあ目的はシャンマリオン ZT とこの B525 とどっちの方が上なのか、ね。 皆さんの知りたいところはそこではないかなと思います。カメラこっちじゃないね。こっちだね、今日ね。こっちだよ。ね、近いもんなんないロジクールだけはね。なんかね、暗いんだよ、ロジクール。本当に。なんでかな。本当とダメカメラ、ねうん。はい。そんなわけでね。えっと、ガメさん、おじいがとりあえず注文したからね。あんまりあの早まんないでね。本当ね、皆さんね。 これ高いからね,本当ね <laughs> はい、そんなわけでね、えー、この情報はここまで。とりあえず元気なおじ iVideo の B525 は注文済みです、ね。なんとかこれをね、皆さんあの、早まらないで、おじいの検証を待ってから決めてください。そんなわけで、おじいでした。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、あのー、参考になってるとかね、お期待していいのかなとかね、 情報待ってるよって応援してくれる方はグッドボタン押してくださいねであのー、よしじゃあおじいの動画次楽しみにしてるぞっていう方はねあのセカンドチャンネルチャンネル登録ぜひねよろしくお願いしますもうねしチャンネル登録してに行かなくてね困っちゃってたほどねぜひぜひよろしくお願いいたしますここのところにねセカンドチャンネルのねあのー、おじいのアイコンねセカンドってついてるのねこれセカンドチャンネルの登録ねチャンネル登録いけるんでぜひぜひ よろしくお願いいたします。そんなわけで、おじいでした。風邪ひいちゃった。鼻声。あああああああまずいね、これね。はい。その中けで、バイバイ。おやすみ。またにゃー。ぴょぴょー。